はい、どうもです。全員打ち気にして1年目で更新集するやっていきたいと思います。パート何本か忘れました。パート2か3か、甲子園準々決勝やっていきたいと、やりますここやりますやりますよ。3でパン屋でミートあげよう。パン屋ミートじゃないか、パン屋勝ったか。何お、スライダーを5辺、杉浦のスライダーを4になってやったぜ。コントロールか、あ、杉浦のコントロールがあった、これはいいね。向こうはどこだろう。 C ランク、これはいけるぞ、勝てるぞ勝てるぞ勝てるぞ。座禅座禅して試合に挑もう。いや、もういかに魔物を何人引けるか、これが勝負になってくる。村井のテンションがあった、やったぜ2年生。横田ショートの横田にしよう。熊坂外そう。やっぱできるだけ3年生は外したいんだよな。できるだけ3年生はベンチに置きたい。横田3番でいっか。大平を1番に置こう。このこと今日も 3-2-3-2-3-2-3-2 打線でいきたいと思います。いや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 、 C ランクってことは B ランクが来るのか。でもうち A ランクに勝ってるからな、なら第1だろ、勝てるだろどうせ。いや勝てるじゃない、そんなんじゃ負ける、勝てないといけない絶対。つかマジで負けたら俺マジでもう引退するわ。俺栄冠ない一生やられ、もう甲子園優勝できなかったら栄冠ない一生やられよ。俺も絶対やらない、いかんなんてクソゲーだわ。栄冠ない、これで優勝できなかったらマジで栄冠ないやめてやるわ。栄冠ないやめてやるぜ。しゃあもう物引いた、もういい、適当に適当にやれ、序盤は適当にやれ、序盤は適当に流しとけ流しとけ。あ、オッケーオッケーオッケー、全然大丈夫。よーし、チャンス、まだ早いな。魔物は相手は156キロ速え。ムードバツ持ってる、いいね。ムードバツ全員のミートパワーがプラス5とか、あ、マイナス5とかか。ムード丸が、ま、プラス5とかなのかな確か。見すぎる。よし、これは勝てるだろう。勝てるじゃない、勝たないといけねえ。勝たないと栄冠ない絶対できない。俺も一生栄冠、一生栄冠ないやんねえ。俺はもうこれ勝たないと俺も一生栄冠ないやんねえ。セーフティーバント決まるか、決めてやろう。決めろセーフティーバント決めろ。ギャー、足が遅かった。走力 S とかだったら決まったんだろうな。負けてやるわ、同点か。じゃあいいや、これ身長と積極どっちがいいんだろうな。1割弾じゃん横田、セルフ魔物スタがアウト。魔物、あー、ラッキーボか、ヒットエンドロン。あー、まあ、同点でいい同点でいい。もうそろそろ魔物使わないとな、ここで魔物使いたいな。魔物、あー、ラッキーボか。送りバント C の魔物使うか、送りバントだな。いや、もう一球待とう。追い込まれてからでも多分バントは決まる、今作バント決まりやすいからな。結構結構今作の3以上のバントっていうのは確実に決まるんで OK なんで、追い込まれてからでも大丈夫です。ここで横田で魔物を使おう。はい、魔物を使いのセーフティーバント C のセーフなりのオッケー、普通にヒットだからな。奥山ラキボというわけでスクイズ、いやー外された、マジか。外されてないよな、普通にミスったよね。またまたヒットエンドラン、ちょっと待とう、落とせ、オッケー、よし、危ない危ない。ここで古田魔物引いてる、うーん、流すか、流しあんま使いたくないんだけどな。そうだね、これエラーしても意味ないんだよな。そう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 、やっぱ流しやめたか、やっぱ流しダメだったか。魔物引け、しがセカンド誰か守れるっけ、戸田が守れる。というわけでじゃあ魔物引き、魔物引き、おーっと魔物引けない、
魔物引こうと魔物が引けない。クマサガ行け、魔物引け、魔物よーし。偉いぞクマサガ。ここでもう5点ぐらい、よーし。偉ヒットじゃない普通の今の。ヒットだ、よっしゃ。ここでソネオン魔物を引き、ソネオンはセーフティーできないんだ。もう怒ろう。いやーバカ、あーバカ野郎。フライは落とす確率低いんだよな。だからもう一回送る。エラー、よーし。今ファーストエラーじゃないの。ノーバウンドで投げて、ノーバウンドで投げたもんな、かわいそう。送り1はきついな。でもね、流しあんま意味ないんだよな。流し意味ないんだよ、あんまり。さっきのファーストゴロみたいな感じで。おおー、ホームラン、スリーラン、やったぜ。セーフティー3なら決まるだろう。よし、普通にヒットだな、これは。よーし、ヒットアンドエラーだな。ヒットの後にいいランプが止まるんじゃないの。お、3人までいった、すげえ。次よ横田、追いよ。あ、お前さっきできないのか。高額打法、強振積極、流し打ち。4番が打ち、うちの4番0割00人だからな。よーし、悩んだ、ハイラー、よーし、完璧。よし、5点差。まあ、5点ぐらいあったらいいだろう、もういいだろう。セーティバント決めてやる、ハイラー、はいはい。熊坂から始まってこの打撃、エラーしろ。いやー、エラーしないか。盗塁もあんまエラーしにくいな。盗塁もやっぱあんまエラーしにくいな。ちょっと全員使おうと思ったけど、いや使わなくていいや。でセカンド熊坂がファースト守って、でセカンドに戸田くんを入れるか。4番セカンド戸田くん、ここで守備を上げないと。守備がクソすぎる。でスタミナ上げるか。で打たストレ、打たストレでいいだろもう。オッケーオッケー、5点ある、5点ある。負けなければいい、負けなければ。外角、おいちょっと待って。いやまだ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 全然大丈夫、余裕で、余裕で、まだ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 余裕だから。低め、こうゲッツー取ったら一気に詰まったからな。ファール、よし、ちょっと怖いな。臭いところ行こう。よし、やっぱこう追い込んでから変えるのいいな。追い込んでからこの指示変えるの強く、あ、ミスター軽変とかしちゃった。追い込んでから指示変えるの強い気がする。いやー取れねえか。2塁取れ、させる、させる、無理か。でもこれは打たせとるだな、完璧に打たせとる。いやーマジか、これちょっと変えるか。これピッチャー変えた方がいいな。これはあれだわ、打たれるゾーンが始まってるんで、ちょっとここ1回変えますわ。ピッチャー杉浦ってどこ漏れたっけ。セカンドか、セカンドの横田をちょっとピッチャーに。いやセカンド横田ないな、ファーストな。よく、杉浦をセカンドにし、戸田をファースト使いの熊坂ピッチャーで。意外とねこういうやつが打ち取れるからな。ほら意外とこうよう分からんだよな、この打ち取る基準がよく分かんないんだよね。意外とこいつが打ち取れるっていうのは。そしてバテたんで、じゃあピッチャー交代しましょうか。あー微妙、押し込んだ、1球外そう、1球外して内角、よーし勝ちました。なんなく勝ったね1試合が。杉浦のスリーランで勝つと、自分で打って自分で抑える、抑えてはないけど。よし中堅校、これいきなりあれなのかな、甲子園出場いきなり名門になるのかな。熊坂が長野に乗り、お練習試合できるじゃん。できない
できないできない。よし、じゃあ次の2回戦やっていこう。まあ一回休んどくか。ナースで一回休みの体力回復しの、まあ体力は多分あると。よし、故障で、何投入しようかな。賞味必要なものはそんなにないんだよ。あ、ミスター、いいえ。お褒めでも買っとくか。まあ、勝つためにはもうお褒めぐらいしかいらねえからな。よし、テンション上がった。よし C ランク勝つぞ。練習試合いらねえな。練習試合できないからな。練習試合ってできるのかな。地方大会終わったら、地方大会終わったら練習試合したいの。古田、よし古田、行くぞ古田。杉浦絶好調やったぜ。今日は誰を外そう。今日は曽根を外そう。大平1番、村井2番、絶好調をちょっと上位に集めたいからな。できれば調子いいバッターを上位に集めたいな。横田打たないんだよな。一応杉浦ホームラン打ってるからな。打者としても期待してる杉浦さん。やっぱ打ち切りしたら勝てんな。やっぱ打ち切りしたらマジでいけるかもしんねえ。パワフル高校ベスト4準決勝、これ勝った決勝じゃん。やっべ、興奮してきた。よし行くぞ。俺たちの福浦、よし行くぞ。 C ランク、守備が非常にいいや。いきなり3点取られてる。ちょっと待ってよ、強くね。ライト前ヒット、ショートフライ、ファーボール1点入ってるし。じゃあ入ってないか。ファーボール、センターツーベース、犠牲フライ、ファーボールライト、ファーボール多いな杉浦。頑張ってくれ。カットボールお化け。やっぱコントロール上げた方がいいかな杉浦の。練習指示行きたいな。あ、でも古田が魔物引いたのはでかいんじゃないの。これちょっと安心できるね。ある程度1回は最低でも使える。強振でホームランやってくれ。まあしょうがない、ツアーズだしね。ツアーズだからいい、全然大丈夫。5回ぐらいで魔物使いたいな。ここはセーフティー、エラーしろ。バント野球だからね、栄冠ないわ。いい勝負だな、3対0。よしいいぞ。ヒットが先制打ってね、うちまだ1安打か。これで追い込んで、よし、これで杉浦ラキボか。魔物引けなかったか。ここで低め、バカ野郎。お任せで追い込もう。追い込めなかった。やっぱコントロールが悪いな。コントロール上げるか。出ないかな、練習時出ないかな。甲子園行ったらコントロール上げるか。4点取られてんだよな、ちょっとやばいんだよな。いや、ストライクが入んねえもん。よしゲッツ、よしゲッツ、ナイスゲッツ。魔物使うか。ここ使わないといけないよな、まだもう。決めろ、よーし。おー、セカンドナイスカバー。ラキボか。送りバント3あったら決まるだろ。よし、えらしょ。あー、足が遅い。流しでいいだろ。よし、えらしょ、えらしょ、よし、音声認証。どこに投げてんだ、どこに投げて今お前。滋賀、引っ張り当たるか。三振だけやめてくれ。
三振だけはやめてくれ、三振だけは、三振だけはやめてくれ、三振だけはやめてくれ、よし落とせ、よし落とした、帰ってこい、あ帰ってこないか、ライナー落とすんだな、フライは落とさないけどな、ここセーフティーだな、あー1かー、エンドラン使いたい、いやーミスった、いやこれはきつい、落とせ落とせ落とせ、よし、アップにね、やっぱ流し方向はダメだわ、引っ張りだわ、やっぱり引っ張る方向しかダメだわ、これは流そう、バカ野郎、フライは落とさないんだよな、絶対絶対フライはマジで取るからな、おー落とした、よしって、引っ張れ引っ張れ、上げるなよ、ゴロ転がせ、ゴロゴロ転がせよ、ゴロ転がそう、ゴロを、あーバカな、フライはだから絶対2連続フライは落とすことだな、落とした、よしよし、完璧、はいエラー、はいオッケー、はい、いやセーフティーバントの安心感やばすぎ、打ち、お魔物引いてるじゃん、いや村井から始めたかったな、盗塁するか、ここ盗塁したら次の回村井から始まるよな、でも村井操作できるか分かんないか、そうだな、そういえば俺が村井を操作できるっていうあれはなかったな、さすがにもう3連続はないだろう、おー落とした、よーし、引っ張り、あーだからフライを上げちゃいけねえって言ってるだろ普通に、おー落とした、めこいつらめっちゃ落とすじゃん、どうした、フライって基本的に落とさないもんな、逆にこんだけ運使うの嫌なんだけど、もっと後に運使いたいんだけど、こんなとこで運を使いたしくない俺は、オッケーオッケー、なんか逆に打ちすぎて怖いからな、逆に打ちすぎて怖かった、ピッチャー変えるか、金石もちょっと投げてもらわないとな、金石投げる可能性全然あるからな、でソネを使いの、奥山を使いの、守備に気合入れる、よし、うわーっ、え行き過ぎた、守備がうますぎて取れなかったね、今の守備範囲ドーナツだからな、守備がうますぎ、今のは守備がうますぎて取れなかった、いやちょっと待って、これやばいやつじゃないこれもしかしてちょっと炎上する匂いがプンプンしてきたけど、ホームラン打たれたら同点だけど大丈夫、大丈夫か、大丈夫、オッケー、二塁ランナーは気にするな、いないことでしょ二塁ランナーは、やばいぞやばいぞ、ゲッツーシフト、あーやべえ、ホームランで逆転される、ピッチャー変えなきゃよかったミスった、ちょっと待って、やばい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 、これやばい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 ぞちょっと待って、やばいぞ、ちょっと頼むぞ、三振取ってくれ、よしよし、ちょっとこいつ3じゃ怖いな、ちょっと敬遠でいいや、もうこいつ2ノーツーなって試験で、よし5引いた、ここで5引く、これで大丈夫、安心、これで安心できます、抑えれます、よし同点止まり、よっしゃ守ろう、こねゴミ、えらしょ、マーモーのマーモーの、よーしっとえらしょ、
ここで魔物じゃないか。ラッキーボーかい。さあラッキーボーイの本領を発揮してほしい。ミスターロッキー転がせでヒット打てた。転がせまさか強い説、この試合転がせ強い説。ソネダ引けよ。地方球場の魔物もしゃあバンタ1はさすがにやばいな。よーし普通に打つ、普通に打ってサヨナラを決める。よーし危なー、ふう危なかった。これもしやいけるな、この時間だったらもしやいけんじゃないか。結構時間短いもんね。ちょうどもう一試合やるのがちょうどいいかな時間的に。ちょうどもしやのがちょうどいい、時間的にちょうどいいかもしれないねって思ったけど、まあまあまあいいや。今日はここで終わって次、決勝戦やりたいと思います。それじゃあ見てください皆さん、ありがとうございました。バイバイ。